こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はボルボ V40 をご紹介したいと思います。ボルボ V40 がデビューしたのは2013年ということで、もうちょっと前になるんですけれどもね、2016年に大きく変わりまして、はい、こちらのトールハンマーのヘッドライトをご覧いただいても分かりますように、今時のボルボの顔になっています。そしてこの色ですよ、アマゾンブルーっていうんですけれどもね、ちょっとグレーがかったパステルカラーで女性に人気が高いんです。甘すぎず辛すぎず、私も大好きな色なんですよね。そしてボディサイズが手頃ということで、女性はもちろん幅広い層に人気をずっと続いている、そういったモデルなんですよ。V40 もバーサティリティの V がついてますから、ラゲッジスペースも多用途性、フレキシブル性に富んでるんですね。スペース的にも結構十分広いんですが、ここが持ち上がってこのようにね、仕分けることができるんです。ここに物もかけられますしね、操作も簡単なので非常に便利です。V40 のインテリアなんですけれども、最近のねボルボのデザインとはちょっと違いますが、まあ、この時からねすっかりしっかりスカンジナビアデザインですよ。こういったですねフローティング型のインパネっていうのは他になかったですからね。しかもこれリアルな木目を使っていて、すごくこれもねくつろぎ感のあるデザインになっています。で、私がね面白いと思ったのはこのメーターなんですけれどもね、これ液晶なんですけれども、中にこう枠がついていてしっかり高級感があるんですが、エレガンス、エコ、パフォーマンスと変えることができるんですね。なんですけれども、これ走り味が変わるわけではなくって、見た目からドライバーに働きかけることでドライバーのマインドを変えようというシステムなんです。そういったところもボルボらしくて面白いですよね。こちらはですね、T3 のクラシックエディションというモデルなんですね。このルーフと、そしてリアのシートヒーター、これが一番のポイントかなというふうに思うんですけれども、後ろに乗ってる方もゆったりくつろいでもらえる、どの席に乗っても快適っていうのが、これまたボルボらしいところですよね。さて、ではちょっと走ってみましょうか。こちらはですね、T3 というモデルですので、1.5 リッターのターボエンジンになります。もともとね、V40 は、排気量の大きなねエンジンが乗ってたりしましたので、大丈夫かなって心配になる方もいらっしゃるかもしれません。ですけれども、いや実はこれが一番いいんじゃないっていうぐらい非常に軽快です。軽いんですよね、全体的に。いや、もちろんね、T4 の、R デザインモデルなんかも、非常にパワフルでいいんですけれども、いやー普段使いプラスアルファだったらこれが一番軽快でいいんじゃないでしょうかね。ちょっとね踏んでみようかな。おお、力あるある。いやもう全然力あるあるですよ。いやこれだったらもう本当大丈夫。しかもね、やっぱり頭周りが軽いんで非常にこうハンドリングがいいんですよね。こちら V40 はですね、いわゆるこの高級な上級グレードのね、車カテゴリーの車と同じ、ほぼ同じですよ、安全装備が盛り込まれていて、しかもボルボは安全はみんなにね平等でなきゃいけないっていうことで、全て標準装備でついてるんです。このサイズでこのカテゴリーで、安全でよく走ってそういった車が欲しいなっていうと V40 の名前がポーンと上がる。なのでずっと人気が続いてるんですよね。なんて言ったって世界で初めて歩行者のためのエアバッグ、これを出してきたのが V40 ですから、いやー本当驚きですよ。もうね、歩いてる周りの人まで全部安全にしちゃおうっていうんですからね。さあ、では高速道路にね、ちょっと乗ってみたいと思いますけれども、やっぱりね出足が本当に軽いんですよね。なのでこういった高速道路の合流も得意だと思いますよ。まずねこのカーブですけれども、ここもね本当にね
回答性がいいなんてよく言いますけど、すっと頭が入るんですよね。そしてこういったの合流加速、おお早い早い、しっかりね、ここで欲しいっていうところでね、パワーが乗ってくれるんですよね。うん、こういうエンジンはすごく扱いやすいですよ。ガラスルーフが大きいから後ろの席に乗ってる人はすごくくつろぎ感満点でしょうね。本当に室内の広さも十二分に確保されてますし、なんかね、やっぱりこう比べていくと結局 V40 が一番いいんじゃないっていう結論になるのよくわかりますよね。やっぱり長年ですね、ずっとこう人気を保ち続けてる、その秘密がね、今回改めてよく分かりました。